皆さんは信仰についてどのような理解をお持ちでしょうか。ある人は信仰？それってイエス様の十字架によって罪が許されるということを信じることでしょう？とおっしゃるでしょうか。またある人は信仰？それってイエス様を私の個人的な救い主だと認めて信じていることでしょうとおっしゃるでしょうか。確かにそれらも信仰にはなりますが、今回はさらに一歩進んだ未来を作り出す信仰についてお話をさせていただきたいと思います。クリスチャンであるならば、キリストが神の御子であることを信じています。しかし聖書はさらにキリストがどのような存在であられるかについて言及してあります。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この言葉ははじめに神と共にあった。すべてのものはこれによってできた。できたもののうち一つとしてこれによらないものはなかった。ここに言葉という存在が出てきますが、この言葉という存在によってすべてのものが創造されたことがわかります。そしてこの言葉という存在がどなたであるか、それをはっきりと裏付ける聖句が黙示録にあります。彼は血染めの衣をまとい、その名は神の言葉と呼ばれた。そして天の軍勢が純白で汚れのない麻布の衣を着て白い馬に乗り、彼に従った。その口からは諸国民を討つために鋭い剣が出ていた。彼は鉄の杖を持って諸国民を治め、また全能者なる神の激しい怒りの逆舟を踏む。その着物にもその桃にも、王の王、主の主という名が記されていた。この天の軍勢を従えて、王の王、主の主の名によって表された神の言葉なる存在は、まさしくイエス・キリストになります。しかし、なぜキリストは神の言葉と呼ばれているのでしょうか。それはキリストが言葉の神という特殊な存在であるからです。つまりキリストは口で宣言したことを完全に成就する権威を持ったお方なのです。天地創造の時、最初に光あれと宣言されたら、本当に光が出てくる権威あるお方が創造主イエス・キリストなのです。万物は天にあるものも地にあるものも、見えるものも見えないものも、位も主権も支配も権威も、皆
御子にあって作られたからである。これら一切のものは御子によって作られ、御子のために作られたのである。このように聖書は言葉の神であるお方こそ、創造主イエス・キリストであることを明らかにしています。天地万物の創造の御業は、キリストの発する言葉がまさにその通りになった証拠なのです。そしてまた、この言葉の神の発する言葉を実現するために共に働かれるのが神の霊である聖霊の存在になります。天地創造の初めの場面を見てみましょう。初めに神は天と地とを創造された。地は形なく虚しく闇が淵の表にあり、神の霊が水の表を覆っていた。ここに記された神の霊とは、すなわち聖霊であり、光あれという言葉の神の宣言の前に、すでに天地創造の場面に聖霊もおられ、その時点から天地創造の御業に関わっておられたことがわかります。つまり、言葉の神、キリストの宣言の権威と、それを実現するために、共に働かれる聖霊のお働き、これこそまさに天地万物を作られた創造主なる方々の御業であるという事実になります。そしてまた、今の私たちにとってそれを悟るということは、信仰をさらに一歩進めるために非常に重要な意味を持つこととなるのです。信仰によって私たちはこの世界が神の言葉で作られたのであり、したがって見えるものは現れているものから出てきたのでないことを悟るのである。さらにこの言葉の神が肉体をとって地上にお生まれになったのがナザレのイエスの存在になります。そしてイエス・キリストはその交渉外の中で天地創造と同じく聖霊の御業によって地上で様々な奇跡を成し遂げられました。その中の一つから皆さんと共に学んでいきたいと思います。聖書の中には信仰によって不可能が可能となる場面がたくさん出てきますが、中部患者の話もその中の一つになります。さて、そこに38年の間病気に悩んでいる人があった。イエスはその人が横になっているのを見、また長い間患っていたのを知って、その人に治りたいのかと言われた。この病人はイエスに答えた。主よ、水が動くときに私を池の中に入れてくれる人がいません。私が入りかけると他の人が先に降りていくのです。イエスは彼に言われた。起きてあなたの床を取り上げ、そして歩きなさい。するとこの人はすぐに癒され、床を取り上げて歩いていった。その日は安息日であった。ここに重要な教訓があります。まずこのチューブという病気は麻痺して体が動かない状態であるということです。
脳梗塞で倒れ、半身が麻痺してしまった方が、一生懸命にリハビリをして、ある程度回復されたという話も聞きますが、このチューブ患者は38年間も回復もせずに、寝たきり状態であったというのです。彼がいかに絶望的な状況であったかが、その病があまりにも長期間に及んでいた状況からわかります。しかし、このチューブ患者にイエス・キリストは何と声をかけられたかに注目しましょう。起きてあなたの床を取り上げ、そして歩きなさい。この言葉はチューブ患者にとって最高に理想的な目標になります。つまりキリストは中途半端な言葉、例えばまずは手をついて中腰になりなさいとか、私に捕まって起きてごらんなさいではなく、いきなりさも今までの38年間の寝たきり人生だった事実を全く無視するような言葉をかけられたのです。そしてこの理想的な宣言がキリストから投げかけられたチューブ患者はすぐにこの言葉の通りになると信じて、そのようにしようと決心しました。そして実際、自分の意志によって動き始めたところ、今まで麻痺していた足が動いて立ち上がれたのです。実はこれこそ言葉の神であるキリストの権威と、それを実現する聖霊の働きが及んだ再創造の御業になります。チューブ患者の足の筋肉や神経は間違いなく機能しない状態でした。それがなぜ立てるようになったかということを考えたとき、彼の筋肉や神経が全く新しいものとして作り変えられたとしか考えられないということです。そして、そのようなことを実現できる方々が言葉の神なる創造主イエス・キリストと聖霊なのです。つまり再創造とはアダムの罪の影響によって生まれた時から品性の形が損なわれている私たちをキリストの宣言の権威と聖霊の創造の御業によって創造当初の完全な神の形にまで回復するお働きになります。これはチューブ患者の体だけの話ではなく、私たちの心にも及ぶ神の御業のお働きになります。しかし、ここでとても重要な点があります。それは、キリストがせっかく宣言されても、それを信じていなければ、聖霊は私たちのために働けず、結果的にキリストの宣言はその人には実現されないということです。チューブ患者は、キリストこそ神の御子なる、言葉の神だと認識し、その宣言が必ず実現されるという信仰を表しました。そして聖霊は彼のこの信仰に報いてくださり、再創造の御業によって実際に動かなかった足腰が全く新しく作り変えられたのでした。彼は、キリストの御言葉を信じ、自分が癒されたと信じてすぐに立って歩こうとしました。
歩こうとした時に実際に歩くことができたのであります。彼はキリストの御言葉に頼って行動しましたので、神は彼に力を与え、彼はすっかり癒されたのであります。この教訓から私たちは非常に希望を持つことができます。なぜなら、生まれつき罪の病に悩む私たち罪人にとって、言葉の神は中途半端ではなく完全な理想的な宣言をはっきりとなされておられるからです。それだから、あなた方の天の父が完全であられるように、あなた方も完全なものとなりなさい。この言葉の意味は、まさに私たちにとってチューブ患者に対して宣言された言葉と同様に、最高の理想的宣言になります。確かに私たちは今の自分の現状を見たら、到底これが実現するとは思えないかもしれません。しかし、ここで思い出してみましょう。これはチューブ患者も同じ状況だったのではないでしょうか。彼は38年も寝たきりでした。誰も彼のリハビリを手伝う者もなく、彼はただそこに病の体のまま存在するしかないような絶望的な状況でした。しかし、このような絶望的な中にあっても、なお彼はわずかな希望を持っていました。彼は何かにすがろうとしてベテスダの池の近くに居続けたのです。それはまるで自分の絶望的な運命がもしかしたら変わるかもしれないという希望の表れでした。そしてついにこのチューブ患者に対してキリストが理想的宣言をなされたとき、彼は自分の運命と戦い、そして彼の信仰が勝利した結果、彼の未来の運命は変えられたのでした。彼は38年間病と戦い苦しみました。だからこそ彼はキリストの言葉に全てをかけることができたのです。そしてこのことは罪の病を患う私たちに重ね合わせることができるのです。私たちも罪との長く苦しい戦いを経験する中で、いつまでも変われない事実を思い知らされて、絶望を味わうかもしれません。しかし、もしキリストこそ言葉の神であられる事実を悟るならば、罪と戦い続けているからこそ、その解決に至る理想的宣言を聖書の御言葉を通して耳にしたときに、そこに信仰と希望のすべてをかけることができるのです。罪人である私どもも同じであります。過去の罪をあがなうことも、自分の心を変えることも、自分自身を清くすることもできません。しかし神は、こうしたことをすべてキリストを通してしてくださるとお約束なさいました。あなたはまずその御約束を信じ、罪を告白し、自らを神に捧げて、神に仕えようと決心しなければなりません。これを実行しさえすれば、必ず神は
その御約束を果たしてくださるのであります。神の御約束を疑わず、許され、清められたと信じさえすれば、神はそれを事実としてくださるのです。中風の患者が癒されたことを信じたとき、キリストが歩く力をお与えくださったと同じように、あなたは癒されるのです。信ずるごとくになるのであります。私たちがたとえ自分の現状が罪人としての弱さを表していたとしても、その状況を罪人だから罪を犯すのは仕方ないよねで済ませたり、神様がいつか品性を清めてくださるまでは何もせずに待っていようと言っている限りは、中風患者と同じ信仰を持つことはできないと思います。言葉の神に対する信仰が中風患者の未来を作り出したという事実を教訓とするなら、私たちを罪人という状態から完全に癒してくださるという言葉の神の宣言も信じることができるのではないでしょうか。癒されたと感じるまで待ってはなりません。そして信じます。癒されています。私がそう感じるからではなく、神がこれを約束したもうたからです。と言いましょう。せっかく言葉の神キリストが約束してくださっておられるのに、それを口では信じます。と言いながら、さも品性が清められてないもののような生き方をあえて続けるならばどうでしょうか。それは結局、キリストの言葉を本気で信じていなかったということになるのではないでしょうか。私たちがもしこのことによって再創造されるということを本気で信じているというならば、神様が悲しむことをしたくないと思って、少しでも清い生活を志していくのではないでしょうか。神を信ずるこの簡単な行為によって、聖霊は私どもの心に新しい命を与えたまいます。私どもは神の家族の子供として生まれたのです。ですから、神は御子を愛したものと同様に、私どもを愛してくださるのであります。さて、あなたは自分をキリストに捧げたのですから、退いたりまた自分を取り戻したりしてはいけません。ただ日ごとに、私はキリストのものです。私は自分をキリストに捧げましたと言って、聖霊を与えられ、彼の恵みによって支えられるよう祈りましょう。己を神に捧げ、神を信じるとき、神の子となるのですから、そのように神にあって生活しなければなりません。また、さらに、言葉の神の権威によって与えられた素晴らしい聖句をお読みしたいと思います。もし私たちが自分の罪を告白するならば、神は真実で正しい方であるから、その罪を許し、すべての不義から私たちを清めてくださる。ここに、すべての不義からの清めとあります。皆さんはこのキリストの理想的宣言をどのように受け止めておられるでしょうか。私はこれをすべての罪の
完全解決という宣言であると理解しています。それはまさにチューブ患者が38年間も解決しなかった問題解決と同様、私たちが罪人であるという問題の完全解決についての宣言であるということです。私たちはかつて神の形に似せて作られていた完全な品性を持つ存在でしたが、アダムが罪を犯して以来、罪が人類に入り込んでしまい、私たちは創造当初の状態から形が損なわれた罪人になってしまいました。しかし、キリストを言葉の神として信じるとき、聖書はまさに希望の宣言に満ちています。もし私たちにチューブ患者と同じ未来を作り出す信仰があるならば、私たちは聖霊の再創造の御業によって日ごとに作り変えられる経験を積み重ねることができます。そしてついには創造当初の完全な品性にまで私たちは回復されるのです。この品性の完全を目指して最初の一歩を踏み出すことは今からでも可能なのです。この標準は私たちの到達できないものではない。神のお与えになる命令や指図には皆約束、しかも非常に積極的な約束が含まれていて、それがその命令の基礎となっている。神が神の領域で完全であられるように、私たちは自分の領域で完全なものとなることができる。あなたの中にあるこの生命がイエスに生み出したのと同じ品性を生み出し、イエスに表したのと同じ技を表す。こうしてあなたは主の律法のすべての戒めに調和するようになる。私たちの領域とは罪人という状態であっても、神の助けによって罪を選ばず、常に罪の誘惑に抵抗し、日々罪に勝利する経験を重ねていくことによって、たとえ罪人であってもまるで完全な品性を持っているかのような生き方ができるのです。そして近い将来、言葉の神、キリストの宣言と聖霊の再創造の御業によって、罪人であるという事実すら除去されて、地上で完全な品性に到達するということなのです。これはなんと素晴らしい慰めでしょうか。だから自分の罪を拭い去っていただくために、悔い改めて本心に立ち返りなさい。それは主の御前から慰めの時が来て、あなた方のためにあらかじめ定めてあったキリストなるイエスを神が使わしてくださるためである。私たちにとって自己との戦いは確かに激しいものですが、どうぞ皆さん、言葉の神イエス・キリストの宣言、すなわち私たちが自分の領域で完全なものとなることができるという宣言を信仰によって掴んで、罪や誘惑に断固として抵抗し続けていきましょう。そして
そこから完全な品性と再創造される慰めの時に向かって精霊の力を今こそ願い祈り求め、精霊から示される一つ一つの罪に対して真正面から向かい合い、その解決を言葉の神イエス・キリストと助け主聖霊に求めつつ、希望を持って共に前進していきたいと思います。それでは一言お祈りをさせていただきます。愛する御在天のお父様、私たちは生まれつき不完全なものであります。生まれて今日に至るまでチューブ患者のように絶望的な罪人というこの解決できない状況に私たちは苦しんでまいりました。これを解決する力は私たちにはありません。しかしあなた様はチューブ患者に起きて床を取り上げて、そして歩きなさいと宣言されました。このチューブ患者がこの宣言を信仰を持って受け止めて、そしてそれを信じた時に聖霊様は瞬く間に彼の筋肉と神経に再創造の大いなる御業をお与えくださいました。これは罪人である私たちにも適用されることだと私たちは信じております。私たちは長らく罪人という事実に苦しんでおりますけれども、しかし父が完全であられるようにあなた方も完全なものとなりなさい。あなた方の領域において完全なものとなりなさい。この宣言を私たちは信仰を持って信じます。それゆえにどうぞ主よ、あなた様のこの宣言をこのしもべたちに実現してくださるようにお願いいたします。今信仰を持って頭を垂れて共に祈っておられるお一人お一人にこの証が立ちますようにお助けください。この祈りを感謝して救い主イエス・キリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。